はですね、イグロさんとコロナウイルス、もうこれ切っては切れない関係だったっていうことを、ということで、このね、ストライプのね、特徴的な白黒のね洋服を召しているこちら、おばないさんのですね、洋服についてですね、解説じゃない、考察していこうと思っていますということですね。褒められていると。でね、イグロさんオッドアイっていうことで左右の目の色も違うっていうことを考えても、まあ、彼のね生い立ちも含めてもね、やっぱりこう光と闇、そういうもののですね一つの象徴がこのおばないさんでですね、なんか示そうとしたんじゃないかなと僕は思っています。それはまあね、白黒の着物をなんでおばないさんが着てるかという一つの僕ね、見解としてます。でね、もう一個、このね、かぶら丸っていうね、このね、ヘビさんをね、こうくるくるくるっと巻いてるんですよ。これある意味ね、動物的アクセサリーに近いんじゃないかな。ナウシカの、もうなんかリスみたいに言いましたよね。アーレアみたいに近い感じもありますが、イグロさんといえばね、もう首元にこのヘビを巻いておかなきゃ、まあ、コーディネートが成り立たないので、じゃあこのヘビ、これね、まあね、いわゆる昔ね、ヘビ使いでいたんですよ。で、まあ、このイグロさんの過去を見ればね、なんでヘビかっていうのはいろいろね、わかるんですが、なんでね、こう巻いてんのかなと思うと、ちょっとヘビ使いなのかなっていう、多少ちょっと思ったんですが、ヘビ使い。これはですね、昔、江戸時代、この頃にですね、ヘビ使いっていたんです。大体見せ物小屋でですね、こうね、ヘビをね、こう、壺に入れて、まあ、いろいろ見せ物小屋ってあったんじゃないですか。で、いたんですがね、なんとですね、徳川ね、綱吉、彼がですね、有名な、生類憐れみの霊っていうものですね、ペットをそんなことしてね、動物をそんなこき使ってね、君たち商売しちゃダメだよと。で、人間よりももっとね、動物の方がね、価値があるんだ、みたいなね、そこまで言ってませんが、そういうね、ことを、ね、言い出しちゃったんですよ。なので、明治時代、もう、蛇使いとかそういうものってね、いなくなっちゃった。そう考えると、この大正時代にですね、このイグロさんがですね、ヘビ使いだったわけじゃないなというのが、まあ、伺えるので、あくまであれば、イグロさんがヘビさんをね、ペットとして飼ってたんじゃないかなと僕は推測してます。イグロさんってね、性格がね、めちゃくちゃネチネチしてて、まあ、後半はね、まあ、いい人だったんですけど、もう最初もめっちゃめ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 ちゃしてるんですよね。で、まあ、彼がね、動物を飼うとしたら、ワンちゃん素直すぎて、多分ゆうごさん合わないんですよね。で、猫ちゃんを飼おうとしたら、猫ちゃん自由すぎて、もうネチネチしてるから合わないんですよね。でね、まさにこの2020年、空前の爬虫類ペットブームっていうのが起きてですね、爬虫類女子っていうね、女子もね、なんとヘビとかトカゲを飼ってますよね、今ね。で、そんなね、ヘビっていうのはですね、ものすごい特徴があるんですよ。まず1、鳴かない。2、匂わない。3、手間かからない。4、意外と可愛いっていうですね、4拍子揃ったですね、素晴らしい可愛いペットなんですね。なので、まあこのネチネチしてるイグロさんにまさにぴったりに合ったペットだったから、イグロさんが首元で飼ってるんじゃないかというのは、まあ推測されますということですね。うん、長いね。10分以上話してる。じゃあ、ちょっと走っちゃいましょうかね。で、その下、着物とね、ヘビの下、あとはね、体服。これね、草津体体服と、ほぼ同じものを僕は着てたんじゃないかなと思ってますね。まあ、強力なですね、繊維としてですね、当時手に入らなかったポリエステル繊維なんかを、使って作ってたんじゃないかというのは、僕前回の姫島行明さんの時にも話しましたということですね。で、白いベルト。これも、まあ、ね、草津隊全員ハイウエストでですね、80年代をですね、すでに先取りしてた、そういう、まあ、特攻服みたいなのを着ておりますと。で、キャハン。これもね、姫島さんもつけてましたけど、これもね、めっちゃね、時間がね、これすげえかかってるんで、これはですね、怪我防止みたいな感じでね、大工さんとかがね、よくつけてたんです。まあ、それとね、ほぼ同じものをつけてるんじゃないかなと思っております。はい、はい、ということでね、で、もう一個。
ポイント、イグロさんのポイントはこれです。口元を見てください。これね、これこそまさにコロナウイルスとイグロオブナイさんじゃない。これこそまさにコロナウイルスとイグロオバナイさんとですね、これをもう語らざるを得ない、そんなアイテムです。まあ僕からするとこれってね、もうね、包帯というかね、マスクなんじゃないかっていう僕は思ってるんですよね、なぜかというとですね、まあね、これね、まあネタバレになりますけど、なんでね、イグロさんここ巻いてるのかというとですね、まあとあるね、過去の出来事によって口がね、裂けて傷がついてるから、それを隠すために巻いてるんじゃないかって言われてるんですよね、でもね、あのね、これね、皆さんもさ、最近マスクをしてると思いますけど、めちゃくちゃ息しづらいですよね。息しづらいですよね。マスクしてランニングしてくださいって言ったら皆さんもうしんどいですよね。なのにこのね、イグロさんって鬼舞辻と戦ってる時でもわざわざ口閉じて戦ってるんです。普通はぁはぁ言ってもう酸素欲しいぐらいじゃないですか。なのにイグロさんって巻いてますよね。しかもさ、もう目の前にさ、もう自分その傷だなんだ言ってる場合じゃないぐらい、もうバゲモンとかいっぱいいる中で、なんでわざわざ隠さにはいかなかったのかというとですね、僕推測するに、なんとね、イグロさんって口だけなんですね。マスクと思いきや口だけ。で、鼻が出てるんですね。で、こうやってね、いわゆるね、鼻の呼吸っていう感じで、いわゆるですね、もう鼻呼吸に長けてたんじゃないかなって僕は思ってます。じゃないとね、あんなね、動きできないんですよ。でね、皆さんね、大体今口呼吸されてますよね。こうなんか鼻呼吸たまらないじゃないですか。でもね、この鼻呼吸ってね、めちゃくちゃ重要なことでして、この鼻っていうのはですね、本来もともとはですね、高性能のですね、人体が作り出したフィルターなんですよね。あの鼻毛とかあるじゃないですか。でね、で口からね、物をね、空気を吸おうと思うと、塵とかウイルスとかね、いろんなものをですね、直接喉にね、入れちゃうんですよ。でも鼻呼吸をね、取得しておけばですね、いろんな塵とかをですね、この鼻毛さんがですね、フィルター代わりにやって、かなりですね、保湿、保温性も含めてですね、健康的には素晴らしくいいと、この口呼吸よりも全然リスクはね、ないっていうことを考えて、実はですね、イグロさんってこれね、口呼吸をねせずに、口でマスクをして、ある意味ね、こう高性能ですね、あのウイルスとかが入ってこないように塞ぎながら、鼻呼吸によってですね、さらにウイルスとか毒を塞ぐっていうですね、かなり健康意識の高かった、そういう人だったんじゃないかなと思うんですよね。だからこのね、イグロさん、これ巻いてたのって実は健康意識のために巻いてたんじゃないかっていうのが僕の推測になっておりますということです。もうまさにね、この2020年コロナウイルスにですね、このコロナ時代でもう真似すべきですね、スタイルをやってらっしゃるのはこのイグロさんだったということです。はい、ということでね、いや長い長い長い、もう15分喋ってるということで、今回はですね、この鬼滅の刃ね、大福の、蛇柱イグロオバナイさん、彼のですね、洋服がどういうものだったのか、なんで口を包帯で巻いてるのかっていうことをですね、皆さんに解説しましたということです。まあ皆さん、これでね、少しでもためになったとかいう方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。さようなら。